はい、本日はまたもう一本訃報がございましたね。あの水木一郎さんですね。私世代はあのアニメソングでよく聞かされたような気がしますし、それからね、水木一郎さんご自身もちょっとヒーローっぽいね、兄貴っぽいような持ち肌でしたけども、74歳で、肺がんの末、お亡くなりになったということでございます。記事はねこういう風に出てます。アニメ漫画マジンガ Z かマジンガ Z の主題歌などを疑い、アニメソングの帝王、まさに帝王ですよこれね、帝王として、活躍した歌手の水木一郎さんが6日、肺がんのため死去したということで、6日だったんで1週間ほど前だったんですね。まあ、あの本当に、お悔やみを申し上げたいと思います。佐藤蛾次郎さんもね、今日は訃報が届きましたけども、今年はまあいろいろと目立った方のなんかね、お亡くなりといいますか、お隠れになるようなことが多かったかなというところでございます。まだまだあの日程は残ってますんで、まあ不幸とともに今までありがとうというね、ご不幸をね、思うとともにお見送りたいと思います。それではお疲れ様でした。